ドチリナ・キリシタンは、近世初期にイエズス会によって作成されたカトリック教会の教理本である。当時のポルトガル語で、デクトリーナ・クリスタ、ラテン語で、デクトリーナ・クリスティアナと表記する。長崎版、ドチリナ・キリシタン国字本の表紙日本で刊行された、ドチリナ・キリシタンは、観光年、観光地ともに、不明の国字本、ドチリーナ・キリシタン。 文禄元年発行の天草版ローマ字本、慶長五年発行の長崎版ローマ字本、同年発行の長崎版国字本、どちらがキリシタンの四種類がある。これらは、それぞれ一冊ずつしか現存しない。収蔵館は、最初から順番に、バチカン図書館、東洋文庫、水戸徳川や、重な天瀬図書館である。ローマ字本は、ヨーロッパ人の日本語学習のため、 国字本は日本人信徒の教理学習用として編纂され、問答体の平易な文章で書かれている。天正18年に二度目の来日をしたアレッサンドロ・バリニャーノがヨーロッパから持ち込んだ活字印刷機により他の数々の書物と共に印刷された。ドチリーナ、キリシタンとアマクサ版ローマ字本は木版印刷、長崎版、ドチリナ、キリシタンはローマ字。 国事本ともに金属活字による印刷である。ドチリナ・キリシタンでは、キリスト教が来世における救済の教えであることを、キリシタンに対して繰り返し強調していた。また、デウスの十回の第四の掟で、父母に対する孝行を、主人、主たる人に対する忠誠と、服従と腐炎して規定していた。1540年代に、 インドでの布教に従事していたフランシスコ・ザビエルは、同地方の住民のために問答体の教理書、カテキスムを作成した。そして、日本に渡航する際に、日本人、アンジローに、教理書を日本語に翻訳させた。日本の宗教事情を考慮して、仏教用語を多く借用したが、来日後に仏教用語を払拭した、改訂版を作成した。ガスパル・ビレラが上京した当時、 宣教師が日本で用いていたドチリナ・キリシタンは、工事2年に来日したインドス学長、メルシオール・ヌーネスが、それまで使われていたザビエル作成の教理書を全面的に改訂して、バルタザールガーを神父に新たに編纂させた25章からなる25箇条と呼ばれる教理書であった。ルイス・フロイスが A61 年当時機内布教のために使用したドチリナ・キリシタンも、 日本語に翻訳されていたヌーネソ編さんの教理書であった。ポルトガルのイエズス会イマルコス・ジョルジュが中心となって、子供を対象にした対話式の教理書、ドチリナが作成され、1566年にリスボンで上司された。これが海外で不況に従事するイエズス会イに使用され、A61 年に日本にももたらされた。このドチリナが日本語に翻訳された後、 日本の実情に即して、成人向けに編纂し直され、写本となり、日本各地で使用された。この写本は、告示本、ありがとうございます。